はい、今回はですね、途切れながら変化していくバッド音ということでですね、まず途切れながらというのはヒントになりますね。途切れるということは何が変わるか、音量になりますね。この音量がゼロになったりとか、ながらなので一回戻ってくると、こういう風に動くということで、行ったり来たりということは LFO を使用しますよね。そしてこの LFO をアンプに適用します。そしてこの後に範囲を決めるといった形ですね。この下がこの灰色のお尻、そしてこの頂上が緑のお尻となります。一回これでサウンドを聞いてみますと、このような形となります。ただですね、今はちょっとナチュラルすぎて途切れるんですけど、もう少し過激な変化が欲しいなんていう時はこちらですね、スクエア、鳴って鳴らないという、まあ、電気のオンオフに近い感じですね。このような形となります。これに対して変化させなきゃいけないので、これはフィルターを使いましょう。フィルターということでローパスを使用して、そして1番のローパスなので、こちらを1番に振り切ります。あとはこれを変化させていくので、まず0の位置に設定して、1番から3番ですね。4番はボリュームに使ってますので、1、2、3番からこう好きなものを選んでいただいて適用します。あとはこの範囲を決めていきますね。今ですと0から、じゃあ全開にしてみましょうか。これで聞いてみてください。変化はしたんですけども、まず変化スピードが速すぎますね。その場合はアタックを少し伸ばすと、頂上に行った後に戻ってしまいますので、これ戻らないようにこちらを調整して、そして聞いてみましょうか。このような形ですね。OKと混ぜてみましょう。こんな形なんですけども、全然今テンポと合っていません。音量幅をテンポに合わせるということは LFO の定番、これ進行を使いますね。1小節に16回刻まれますね。聞いてみましょう。かなりいい感じになってきましたね。そしてこの場合ですね、最初がちょっと無音部分長すぎますんで、どうしたらいいかというとですね、このカットオフの始まり位置を聞こえるあたりまで調整して、このような形ですね。もう少しアタックがあってもいいかもしれませんね。そして最後に空間をつけてみましょう。リバーブとディレイを入れてですね、ちょっと奥行きをつけると、まさにですね、こう途切れながら変化していくという文字通りの音を作ることができます。ただ伸ばすだけじゃちょっと面白くないなんていう時にですね、積極的に使用してみてください。それではですね、今回のレシピはこれで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。